質問状を提出したのは、今年3月に発足した富士北麓地域の住民で作る団体で、今日は代表者が県庁を訪れ、243人分の署名を添えた質問状を大久保正直副知事に手渡しました。質問状には、運営コストや環境負荷が大きすぎないかや、スラッシュ雪崩などが発生する中、最も適した交通手段と言えるのかなど、4つの柱で県への質問が記されています。自然環境的に無理なんじゃないかという、理解していただいて、鉄道に代わる何かしら、課題を解決する方法、手段を、広く検討していただければなと。質問状を受け取った大久保副知事は、多くの人の議論を深めることは重要で、できるだけ早く真摯にお答えしたいと話しました。